はい、こんにちは。宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ももこです。ちかこです。なんかその動画結構上げてますけど、うん、はい、はい、なんか人気はあるのが一番最初に撮ってたんですよ、うん、これ。本当の一番最初のやつ、ね、そうそう、2人で撮ってるやつ、うん、あれ何月だったっけ。2月、うん、そっか。すごい、なんかね、え、宇宙語喋ってるってこと。宇宙語で会話してみたっていう動画があるんですけど、やっぱ宇宙語に関心がある人が多いってこと。そうみたいですね、うん、でなんか最近コメントが来てて、うん、その宇宙語っていうのは、うん、宇宙からのチャネリングで喋ってるんですか、うん、それとも自分たちの意思で喋ってるんですか、うん、あと内容が、うん、分かってて喋ってるんですかっていう質問が来てましたので、うんうん、答えてもらっていいですか。はい、自分たちの意思じゃないからね、あの喋ろうと思ったら常にそうずっと喋れる、出てくるし、あのそう水道の蛇口をひねるみたいに喋ろうと思ったら、うん、もう24時間でも喋り続けられるんですよ。あの常にメッセージは降りてきてるから、で、あの喋るのやめようと思ったら蛇口キュッみたいな感じで止めるみたいな感じ、うんうんうん、その全てのメッセージが、うん、意味が分かりながら喋るんですか。なんかね、波動だからなんだよね、うん、そうだから宇宙語って大体何のためにあるなんかってあるかって言ったら、うん、自分のことを思い出すためだと思うよ、うん、そう、そう、だから人に聞かせるとかそういうことよりも自分に聞かせる、うんうんうん、そう、自分に聞かせていくと何か思い出すとか、うん、そのやっぱりその宇宙に行った時のこと、うんうん、感覚を取り戻すとか、うん、そのために宇宙語で喋る。へえ、うん、本来の自分に戻るっていう感じ、うん、そうですね、うん、自分へのメッセージっていう感じでいいのかな。自分に戻る、だからじゃあももちゃんに、うん、だったらそう、うん、そうやってまあチャネリングして意図する、あのそう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 、だからそこに私たちの思考とかは一切入ってない、うん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 、それをなんていうか、なんかメッセージとして受け取るっていうか、その感覚なのよ、うん、説明ができないんですけど言葉に、うん、言葉としてはなかったりする感覚、うん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 、で大体自分がこうだって思ってるようなことと一緒のようなことだってするよね。で喋りながらこう、うん、翻訳されるみたいな感じじゃなくて、うん、そういう気持ちになるっていう感じ？あったかくなるとか優しい気持ちになるとかそんな感じなの？で翻訳といえば翻訳になるのかな。感覚だからな。そうなんだよね。だからなんかこうだからこうっていうのがとかなんかはっきりとこう言えない、うん、イメージできたり、そうそう映像できたりとかもあるし、一緒にとか文字がなんかバーってくる時もあるし、文字の時もいろいろなんじゃん、うんうん、そうだな、映像が多いかな。へえ、映像と同時に、うん、感覚こう言ってるっていうのが直感でくる、うん、あ文字とか映像でもなく、なく割と直感系はは一瞬でパッてくる感じ、うんうんうん、人によって違うん、ね、うん、そうかもしれない、うん、なんか得意なキャッチの仕方とかがあるのかもしれない、うん、そうだ、でも、うん、そのあっさこさんに降りてくるその直感のやつと私の映像が一緒っていうことはよくあるね、うんうんうん、よ
被ってるもんね。そう、うん、同じ宇宙人を下ろしてる可能性もあるのかな。うん、いろんなところなんか2人で旅してたらしいから、ワンダラーかな。そう、ワンダラー系なので、ワンダラーっていろんな星々を行って、うん、その星々のなんかアセンションのサポートしたりっていうのが好きみたいで、そうで今回は地球のアセンションを見に来たのかな。うん、そうね、なんか軽いノリで来た、うん、来たらしい、やあー、行っとく、今回みたいな感じで、へー、うん、次はどこに行くのか分かんないですけど、そうだね、うん、そうなるほど。じゃあ喋ろうと思ったら誰でも喋るっていう、あ、そうだよね、喋れるようになる人が、うん、ますます増えると思う、ね、これから、うん、もともと使ってた言葉だし、うん、言葉っていうか、にしちゃってんのか、うん、そうだよね、うん、だからいろんな星行ってるから、いろんな言葉が多分出てくるし、うん、なんか言葉、うんうん、言語っていうより音楽に近い感じがする。そうだよね、なんかでもテレパシーで通信するみたいな、うん、宇宙人は。そうだよね、っていう話もあるじゃないですか、うんうん、だからテレパシーを言葉にするとあんな風になっちゃうみたいなことなのかな、うんうん、テレパシーって、ね、でも音はないじゃん、言語じゃないじゃん、うん、言語じゃないよね、なんだ、でも全部波動だから、うんうん、あ、そうなんだよね、うん、面白いね、いろいろだってイルカは超音波で喋るじゃないですか、うんうん、これも一つのテレパシーよな。でもイルカとあのなんていうの、コミュニケーションできる人ってちゃんとイルカ語みたいに喋るよ、うん、へー、そういう人いるよ、イルカ型の、宇宙人、うんうんうん、あのどこの星だったかな、あのイルカとかがもともといた星があるよ、クジラとかイルカ、うんうん、すごいよね、イルカとかクジラは波動が高い生物だから、なんか先にもうアセンションするんだって、うん、人間より、うん、そうそうそう、いなくなるらしいよ、先に地球から、うん、あ、そうなんだ、うん、って言われてる、地球にじゃあ、うん、そのままの姿で来てるの、遊びに、遊びに来てんのかな、来てんのかな、うん、でも多分そうじゃないイルカいつも遊んでるもんね、うん、言われてみたら、だから、うん、ほらイルカセラピーとかあるじゃん、うん、とかそういうことが得意っていうかね、うん、そういうことができちゃう、気持ちが分かるんだよね、うん、イルカって、そうそう、うん、まあ、人には聞こえない超音波で喋ってるから、うん、そういう意味ではテレパシーって言えるかもしれないですね、うんうんうん、人にでも今のね、うん、あの生まれてきてる子供たちが話ができると思うよ、イルカとかと、そう、結構知ってるもん、虫と話ができる子、うん、鳥と話ができる子知ってる、え、実際に、うん、子供、うん、小学校の男の子で出会った子がいて、うん、僕ねカラスと会話するんよっていう、うん、聞いたことがあって、うん、え、どんな会話って聞いたのね、うん、たらあのよくカラスがカー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 うるさい時ってない、うん、って言うから、あるよねって、うん、あるあるって言ったら、あれはねあの、うん、結構ねそのリーダーが変わる時に騒ぐんだよって言うのね、でどういうことって言ったら、大抵あの1匹があのボスが死んだボスが死んだとかって言って言ってくるんだって、そしたら、うん、どうなったんだ どうするんだ今度のボスは誰なんだって言って騒ぐんだって、へえ、なんか引かれて死んじゃったりとか、したらそういうの、そうそうそう、したら、うんうん、あの今度は これが、うんうん、あのボスになったよとかっていうのを伝えるんだって、うん、会話してんのかな、してんだって、すごい、うん、それが聞こえるのかな、うん、分かるんだって、すごいな、うん、そうらしい、ね、うちの子もちっちゃい時は、うん、動物とも喋ってたし、うん、ね、ある友達の家に
インコがいて、うんうん、とそのインコが毎日すごい家族中でね、うん、心を込めてお世話をしているのに、うん、全然懐かないって、うん、なんか、うん、ツンツンとかって結構攻撃的で、それがなんか、うん、なんでなんだろうって言って、うん、それでその時うちの娘何歳だったのかな、なんか忘れたけど、うんまあ、話ができたからちょっと来てって言われて行ったことがあって、うんうんうん、でそしたらもちろん初対面だよ、うん、ならこのインコちゃんってね、うん、道に落ちとったじゃろうって言うよ、でそうなんそうでへそうなんって言ったら、うん、その飼い主が、うんそうなんこの子道に落ちてたんってんそれを拾って連れて帰ったんだけどって言って、うん、でそうそうほんでなんかいろんな理由を、うん、インコと話をして聞いて、うんうんうん、なんかそうちゃんと理由があったよね、うん、なんかそうするなんだったんそれなんだったかななんかなんだったかななんかごめん私忘れちゃったけど何が気に入らんかったんだろうねそうでもなんかちゃんと理由があったんよであうん、そういうわけだったんだねって言って、うん、まあ、わけが分かったっていうさ、うん、そうそうだから子供は多分話ができるし、うん、動物だけじゃなくって、うん、結構物とも喋ってて物普通の物、うん、ああマリンちゃんそうコーヒーカップとかと話するって言ってたよねちっちゃい時とかそう、なんか掃除機とか、うん冷蔵庫とか、うん、すごい網戸そう網戸の網戸も喋る網戸の一つ一つが目そう網戸の一個一個がなんか言ってくるとか、そう網戸の大変だな一個一個が喋るから一人に話聞いてあげたらみんなが喋りだして、うん、みんなの話聞いてあげないといけないから時間がかかるのって保育園の頃言っていた網戸って何喋るんだろう分かんない虫がひっつくんだよとか言いそう洗ってよとか言いそうそうでもやっぱり全部、うん、いろんなもので全部喋るんよってその頃言ってたから意識があるんだよねそう、波動を読んでたんだろうなと思ってアマさんもこの間花と喋ったって言ってたよね花じゃなく花花がなんか水変えろとか言ってきたんでしょあ、そういうことって結構でもみんな分かってる時、うん、なんかふっとなんか、うん、花見ちゃうとかない、うん、あるけどあるそれって言ってるのよな、うん、呼ばれた呼ばれてんのよあなんか今日気になるとか、うん、たらやっぱ水が欲しがってるとか呼んでるんよ気づいてなんか急に匂いしてくるとかあるな飾って今も飾ってるけどさおだからそういうことよなんかあいい匂いだなって、うん、急に匂ってくる、うん、それもテレパシーの一つよね、うん、そうだそうだ、うん、何を伝えたいんでしょうかね、うんうん、だからこっち見てってだからあねそうなん、うん、こっち見てかわいいなそうそうそうでもお花癒されますよね、うん、そう妖精がいるからあるだけで、ねうん、そうなんだよ、うんうん、そうそうですですでもすぐ枯れちゃうの、うん、あだから長持ちする家と、うん、すぐ枯れちゃう家ってやっぱ波動みたいよ元気がないと元気、うん、なんていうのかなエネルギーをくれるからすぐ枯れちゃったりする、うん、人に元気を与えてくれるっていうなるほど、ねうんうん、そうけなげなのよそう皆さんだから波動が高いところの植物は、うん、ほらあそこのさクリスタルがあそうそうそうさ、うん、クリスタルがいっぱいあるからねそう植物めっちゃそうジャングルみたいに育ってそう天井についてたね、うん、ランの花ももう何年も、うん、本当はそうそう1年しか無理って言われてたランが何年も花がつくじゃって、続けて、うん、エネルギーがすごいからさすがさすがクリスタルのお店って感じなるほどねちょっとじゃあ声を聞くように意図してみようかな